練習場は研究室です。研究室に入ると落ち着きますね。コツ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 と打っている間に何か気がつくと。今日はですね、グリップに関して、お菓子を使ってお菓子を食べながら説明したいと思います。お菓子の名前はマシュマロです。それではしょ、グリップの話をちょっとしてみよう。一流選手たちの、グリップにちょっと共通してるというのは、まあ、意外とこの正面から見るとまあなんとなくも見慣れた雰囲気だとは思うのね。まあこの中にもいくつかの共通点というのはあるんだけど、まあそれはちょっとまた後日やりましょう。今日はですね、こっちからとね、まあ、ボール等としてこう構えてアドレス取った時に、ここからちょうどこのボールと体の間ぐらいですかね、本当にこのなんていうかこう隙間っていうんですか、右手がこうかぶさってくるから意外とこう暗い場所にあるんだけど、ここの部分、ここはこの形っていうのは、この風景というか、この、小指、薬指、このプニョプニョしたところ、そしてグリップエンドの余ったこの長さとか、意外とこれって共通点なんだね。みんな似てるんですよ。ここ大事なんですね、すごく。でグリップするときに、指の自分が見えないこの裏側から指を、どうしよう、ここにしよう、あそこにしよう、どうしよう、こうしようってやるのもまあいろいろといいのかもしれないけど、俺はもういつも上の見えているグリップエンドのまあこの先端のあたりですね、ここに左のさっきまあプニプニとかプニョプニョとかこう言いましたけど、こういう膨らみを真上から当てがっちゃう、ボンと、まあ、見えないからね、見ながらこう確認できないというか、ちょっとやりづらいのかもしれないけど、ただそうすることによってこのスタイルが現れる、この形が横から見るとできてくる。お菓子のこの、マシュマロが、マシュマロだよな、うん、マシュマロあるじゃん、ほらお菓子ね、これが面白い、こうピヨンピヨンほんとこうちょっとこうふわふわしてるじゃん、この感じなんだな、この感じがなんかこの弾力性っていうかさ、こうプチってこう潰していきなりポンと返らないでムニムニムニっとこう返ってくる、この感じですかね、この何ですかね、このプニョプニョ感、これがグリップのちょうどこのここに乗っかるみたいな感じですね。はい、ぷよぷよしてる、ぷよぷよしてるものがこれがグリップ、まあうんうん、まあとにかくこれマシュマロだと思ってください。そしてう、うん、マシュマロを上に乗せたまま、上に乗せるんですよ、横じゃないですよ、上に乗せたままグリップと手の間にはマシュマロが挟まっているというイメージを持ったまま、それを落とさないように落ちてない、落ちてないですよ、これずれると良くないね。だからああいう柔らかいものが挟まっていて落ちないようにスイングをしてあげる、意外とその変なところに力が入らなくていいと思うんですね、はい、なぜここに、こんな形での姿が見えるか、シェイプが見えるかというと、こういうバランスが取れるように、あとの指というのはね、これを
サポートするような感じになっていくわけね。要するにこの接続点っていうのはここなんだよね。このマシュマロみたいな膨らみとグリップエンド、ここが実は一番大事な接続点になっていて、まさかさネジでグイグイってやるわけにいかないし、まあ、人間のこの関節っていうのも素晴らしいものですけども、一生懸命一時的な関節っていう形をこういうもので、グリップって作るとすれば、ここは要ですよ、ね、この部分を外して話にはならないと思いますね、はい、ですので、今日からマシュマロを置いて、マシュマロを自分の左のこのプニョプニョしたところでさらに自分のマシュマロで挟んで、ああ置いてあるな、挟んでるな、それを落とさないように、潰さないように通路するということは、スイング中このバランスは保たれていたと、このバランスが保たれていたおかげで良いその軌道が得られたというふうに考えていいと思うんですね、はい、では皆さん、あんまりこう喋ると花房みたいになっちゃうんで、はい、で、まあ、マシュマロをたまに買ってみてですね、こうやりながらやってみてください、はい、また次回違う部分のね、グリップ説明したいと思います。それでは。何、グラタン？グラタンラーメン。ラーメン？なんかラーメン入ってる。麺出ました。うわ、麺が出てる。グラタンラーメン、これが新高円寺の総理フード。チャンネル登録よろしく。ラーメン熱いよ、やけどしないで。熱い熱い。最高。